イスラエル空軍第125飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、小型ヘリコプターを運用していた飛行隊である。別名として、ライトヘリコプタースコードロンとも呼ばれる。イスラエル空軍は、1957年に、フランスの資産家から1機の SE-3130U、アルエット2を寄贈され、また1961年には破綻した。 民間航空会社アルキアイコールアリから3機のアルエット2を移管され、いずれもイスラエル空軍最初のヘリコプター飛行隊として1958年に独立した第124飛行隊ローリングソードスコードロンに配備し、テルノフ空軍基地にて運用していた。1965年に第124飛行隊の初代飛行隊長を務めたウディ・ヤロムが、 スデドブ基地の司令官の職に就いた。スデドブ基地には、かつて第124飛行隊の母体となった第100飛行隊が拠点を置いており、また、テルアビブ市内に位置するため用人輸送に都合が良い、こと、第124飛行隊には西ドイツから購入した28機のシコルスキー S-58 が配備され、人員不足気味となっていたこと。 そしてまたウリアロム自身がヘリコプターを使いたかったことなどから第124飛行隊に残っていた2機のアルエット2が第100飛行隊の下で軽ヘリコプター小隊を構成して運用されることとなった。1967年の第三次中東戦争では第124飛行隊の S-58 第123飛行隊のベル47とともに実戦投入され アルエット2は、イスラエル軍の士官、戦闘士機関の移動に活躍した。第3次中東戦争後、イスラエル空軍は、アルエット2のような小型ヘリコプターの有用性を、再認識し、第100飛行隊の軽ヘリコプター小隊は、第125飛行隊として独立した部隊となった。また、アルエット2の追加導入が行われ、1967年12月に3期。 1968年1月に1機が飛行隊に到着した。1968年5月から6月にかけては、さらに3機が追加された。この3機は SA-318C 仕様にアップグレードされた機種であった。またこの頃には、第124飛行隊、第123飛行隊は、それぞれの運用機をベル205に更新し、 第123飛行隊に配備されていたベル47は第125飛行隊に移管されて短期間運用された。これらのベル47はほどなくこの機種を1966年から使い始めていた空軍航空学校に移管された。1970年には2機のアルエット2が失われたが4機が追加導入された。この時点で 第125飛行隊には11機のアルエット2が配備されていた。ただ、アルエット2は古く、また夜間飛行能力も持たないため、イスラエル空軍は新しい軽ヘリコプターの検討を進めていた。ヒューズ車の O-6、MBB 車の5-105なども含め何種類かの検討が行われた後、ベル車のベル206ジェットレンジャーが採用され、サイファンの愛称が付けられた。 ベル206は1971年6月から第125飛行隊に配備された。1973年の第4次中東戦争では、アルエット2とベル206の両方が作戦投入された。アルエット2はこれまで通り主に士官や要人の輸送に用いられ、ベル206は輸送のほか、連絡、偵察、負傷者搬送、射撃観測等にも用いられた。 第四次中東戦争の後、アメリカ合衆国からベル206が追加供給され、1976年からは飛行学校でも用いられるようになった。これを受け1975年5月には、アルエット2は一旦第125飛行隊の装備から外れ、技術学校での整備訓練などに回された。しかし1977年にエゼル・バイツマンが、 国防大臣の職に就くと彼の要望により2機のアルエット2が用人輸送の任務に復帰した。このうちの1機は最初に寄贈されたレ3号機であった。1982年のガリラヤの平和作戦においても第125飛行隊のベル206は地上部隊の支援を行い、輸送、連絡、観測などの任務を行った。 1983年にアルエット2は退役し、継続使用されていた2機を含む何機かは、ハツエリム空軍基地のイスラエル空軍博物館に移送され、他のものはスイス、イタリア、ベルギーなどに売却された。1984年には、ベル206の派生機種で、乗員数が3名から5名に増やされた、ベル206リットルロングレンジャーが導入され、 サイハニーとの相性が付けられ、こちらも第125飛行隊の装備となった。第125飛行隊のベル206は1987年に始まった第一次インティファーダ1991年の湾岸戦争においても情報収集や偵察活動に投入された。湾岸戦争の際にはイラク軍による化学兵器での攻撃が懸念されたため、 ベル206のパイロットはガスマスクを装着して任務に当たった。第125飛行隊は2003年に活動停止し運用していたベル206は飛行学校に移管された。ありがとうございます。